こんにちは、梅です。子連れで行く軽井沢、子供の遊び場所、大人も一緒に楽しめるかな。行ってみよう。軽井沢子供と楽しむ7選、今回のプランは盛りだくさん。遊びパーク軽井沢南口から徒歩10分、ショッピングプラザウエスト。ショッピングプラザの一番西にあります。2階はボーリング場。季節や天候に左右されずに遊べるのが魅力です。有料スペースに入る前に昔ながらのコイン式乗り物や必ず取れるクレーンゲームがあります。ちょっと1回600円って高いようなけど、子供にも取れるし、取れたらとても嬉しい。なんとかギリギリ1回で取れました。子供15分400円、大人15分200円が基本料金です。親子パックは30分1200円、60分1800円。割高感はあるけど、ちびっ子たちがはしゃいでいてすごく楽しそう。ゴーカートがあるのは魅力的ですね。大人は乗れません。おままごとコーナーも充実。大きいふわふわ、登ったり滑ったり、キャーキャー喜ぶ卓球もあり、アニマルライドで乗馬体験、なかなかパカパカ進む、ボールプールもある大きいアスレチック、パターゴルフ、絵本漫画コーナー、大人も時間を忘れるよ。ディズニーカラーパッド、砂場コーナー、ブリオの木製レールウェイ、そして大人向け本格的なマッサージチェア、キッズパーク芝生の広場。遊びパークより少し駅よりフードコートの近くです。20分500円、40分700円、延長10分200円、付き添いの保護者は入場無料です。コミックトレイン1台1周300円、ハウスとくるくる滑り台、受付、コミックトレインとふわふわ。天気が良く、あまり寒くなければ、広い空の下、芝生を走り回れます。各種ブランコや釣りは、丸太登りもあり、隣はドッグラン、走り回っているスノーマンパークウエスト。夏もサマーチュービング、バンジートランポリン、ふわふわ雪遊びなどができるようです。訪問時、ウエストとイースト2カ所営業中でした。ウエストは緑のゲート。1日子供1500円、大人1500円、入場料金でチュービングとふわふわができます。ソリは1日1台500円、滑り台ハウスもあり、スノーエスカレーターで登って楽ちん。ソリとチュービングの間にあるので、両方に使えるのがいいです。チュービングはなかなかの迫力。さっきが1人ずつタイミングを指示してくださるので安心。重さがある方がスピードが出る。イースト、赤ゲート、入場料金1日1500円、ソリ1台500円は同じ。ウエストと同じく入場料金でチュービングとふわふわができます。スノーエスカレーターが左端にあるため、ソリ用になっていました。チュービングのためにはチューブを持って自力で登っていました。ふわふわも子供たちに大人気。よちよちピンクだるまも大喜び。パンダルマンキッズスキースクール、スノーマンパークに隣接、3歳から幼幼役です。グループレッスン2時間1万円より、特許の指導法で至れり尽くせり、大人気です。観光リフト、スキーをしない人のためのリフト乗り場、隣です。往復料金大人1800円、小学生以下1000円、西武プリンスクラブの割引あり。気持ちいい。スキーをしている人がこんなにいて、バブルスキー全盛世代としては何か少し嬉しいぞ。梅もやりたい気持ちになる。空中だ、空中だ。大興奮だ。フードを閉めてみる。見えない。吹雪ならありがたいけど、やっぱり開ける。約10分で頂上に到着。結構高い、1155メートル。晴れていて見晴らし素晴らしい。草間山2568メートル。ここ矢ヶ崎山は軽井沢の全景を見渡せるビューポイントとして古くから有名で、ハイキングを好んだ初期の宣教師たちからプロスペクトポイントの名で呼ばれた山だったとのことです。軽井
井沢は晴天率の高さも魅力です。最高の気分です。来てよかった。だるまも雪を踏みに企んでる企んでる。いいよ。うわ、決まりのやられた。左もスタッフのお世話になる。軽井沢駅が下に見える。本当にケチかなスキー場だな。あっちもこっちもスキー学校のグループ。何千歩を上げてお疲れ様でした。楽しかったです。よいしょっと降りる。ネイチャーキッズ森の家。軽井沢プリンスホテルイーストに隣接した野外体験施設。季節ごとの野外体験ができるキッズチャレンジ、予約不要で体験できるクライミング施設でのファミリークライミング、森の工作体験などを実施、また焚き火を囲んでのスターウォッチングや夜の森でのサファリツアーなどの期間限定の特別プログラムを時期ごとに体験ができるようです。この日はオープン時間9時から17時クワガタカブトムシ販売中。本日のアクティビティ、午前の部は弓矢の達人お楽しみ工作、午後の部は冬の森探検キッズクライミング。本格的なクライミング施設があります。カブトムシの幼虫が22匹いる模様、優しく触ってねって。立派な工作台がきれいに並んでいます。レゴショップアフタヌーンティーリビング。レゴショップはニューイーストの南、買って帰って遊ぶ。ホテルの部屋で頑張って何か作る。なんだろう。アフタヌーンティーリビング、ニューウエストの中央あたり。キッチン雑貨や文房具、ベビーウェアなどを扱うお店です。アラペコアオムシ発見。しみじみ気に入っている模様。最後までご覧いただきありがとうございました。子供と一緒に楽しむ旅行も応援しています。バイバイ、また来てねー。